サトザキチャンネルこんにちはセリーグファンの皆さん、こんにちはパ・リーグの動画を見てくださいね、えー。今回はセ・リーグとパ・リーグを、えー、動画2つに分けて、えー、お送りしていこうかなというここ初の試みでね、ちょっとお試しでやってみたいと思います。えー、ぜひ皆さん、パ・リーグもセ・リーグも、えー、全試合総チェックぜひ見てくださいね。さあ、えー、っとセリーグ d n a でヤクルト21日火曜日4対6でヤクルト22日5対5引き分けそして23日6対0で d n a ということで一勝1敗1分けということでね五分で終わりましたけども火曜日ね d n a ピープルス4回3分の198球6ワン3三進4四九六6失点というところで球を動かそうとして打ち取りたいんだと思うんだよね。 でもそんんななに動いてないてだ,、ね、だからそこをしっかり通打されたんで球高かったっていうところでねこうボールを動かしたいけど動ききれてないっていうところがね、まあ、レンダー招いたかなと思いますし、まあ、4回表ね、えー、坂口にカーブセンターはまあ,山,口あー山田がねチェンジアップレフト前というところで、まあ、ストレートもね力がなく、まあ、バッター気にならないのかなとそのカーブもチェンジアップもね低めにいいとこ来てるけどそれをしっかり対応できるってことはやっぱりストレートがね意識させられてないのかなっていう印象づけるバッティング でしたした、まあ、あ高めもね打たれて低めも対応されてるというところで、ね、やっぱりちょっと球の力がなく動きの変化もね少ないというところがねあの結果6失点というところになってしまったのかなと。 あとまあね梶谷がホームラン2発打って、まあ、今年はね梶谷が開幕してから絶好調でねそれも体がね体を振らずしっかり軸を持ってねバットだけが走るっていうねバッティング今状態バランスえ軸がぶれなくてえしっかりインパクトできるっていうところがねまあ結果につながってんじゃないのかなと思いますしまあでもヒットねえ d n a もヒット10本で四死球4個ということで、まあ、ホームラン2発打って4得点ちょっとねちょっと打線がね 繋がらないないとあと盗鳥、まあ、とかもねやっとして動いたりしてますけど若干ねその攻撃陣の動きも足りないのかなっていうところでね、まあ、ヒットが出るしランナー出るけど得点がつながらないっていうねところがやっぱりこのね連敗してるっていうところに繋がってるのかなとあとまあヤクルトはね腹が1年ぶり勝利グッの決して内容は良かったとは思わないんですけど、まあ、いい球と悪い球が。 はっきりしてたなっていうところもあるんで、まあ、しっかり修正しながら次回登板にね向かってもらいたいなと、まあ、あと中継ぎの、ね、清水がぐっと、えー、相変わらずいい球投げてね、あの吠えてね、あの梶谷にあの怒鳴られるっていうね、にらみつけられるっていうねあの、僕気づきませんよぐらいの感じでベンチに帰ってましたけど、まあ、ああいうのもね、ちょっとがつがつした感じも、僕は好きですけどね、あの真剣勝負の中ねああいうのはね、あ,あってもいいかなと、えー、思いましたね、まあ、しっかりコースに投げてね、しっかりピッチングできたかなと。 思いますし、まあ、あの梶谷にもね、外ストレートね、えー、ツーシーム系とかもね、めちゃくちゃいいピッチングっていうところでね、まああの、継続してね、頑張ってもらいたいなと思いますし、山田がね、低めのチェンジアップ、まあ、対応したのって良かったし、まあ、青木、村上、ね、山崎のクリーンアップもね、状態上げてるっていうところでね、ヤクルトのね、あの強さが、えー、全員野球っていうところがね、際立ってたかなと、5対5で引き分けたね、えー、水曜日、d n a がね、2回裏、高城が。 1905日ぶりのホームラングッツ高城ナイスホームランなんか高城はなんか w 2006年の WBC の時になんか俺がキャッチャーで始球式を投げたってね本人が教えてくれたんだけどあの正直俺は忘れてたんだけどなんかそんなつながりもありますプチ情報ですであの佐野がね1回裏今季初ホームランナイスでしかもあの今日も打ったから2 0連発状態上がってきた、ね、であの2回表 5, 5回表にねあのタイムリーホームラン 打たれたれんですけどこの村上への攻めっていうところね浜口のピッチングで村上への攻めっていうところを、ね、ちょっと注目したいんですけどあのアウトコース高めのね、えー、高城もねもう構えてちょっとアウトコースの高めに構えて要求してるんだけど多分そこがね あの多分村上は弱いっていう判断のもとミーティングでそうなって言ってると思うんだよねだってミーティングで言ったことやらなかったら2軍落とされるかもしれないからねでそこをやってるんだけどそこをね2回表タイムリー5回表ホームランっていうところで多分浜口のストレートに力がないのか、えー、村上がそこそんなに苦にならないのかもう完全に作戦負けっていうねところはあったしまあ球がね弱いんだったらなんぼそこが弱くてもやっぱミスちょっとしてくれないんでそこの見極めもね大事かなと。 えいうところですけど、まあ、その過去の統計をね統計として大事なんだけども今どうなってるのかね。その そこをミスショットする球の力はピッチャー投げれてるのか切れあるのか力ないのかっていうところを判断しないといくら弱いからって言っても状態がいい村上のそのアウトコースちょっと高めぐらいの真ん中高めぐらいかなっていうところを言ってもやっぱ空を打たれるかなっていうところでねあのまあミーティングとかねやってきたことも大事だけども今起きてることっていうのをキャッチャーはねやっぱり大事にしていくべきかなと僕は個人的に思いますね。でまあ、ヤクルトはねね回一試一塁塁、まあ、西浦が、ね、盗塁してからの坂口タイムリーっていう と,いうところで足を使って得点していく作戦で取ったね形の得点っていうところで、まあ、ヤクルトはね、まあ、あの打線のつながりとか打線があのヒットをあんま打てなくてもそういった作戦面でね点を取っていくっていうことがね今年できてるところがやっぱりね今順位が高く保ててるところかなと思いますね。でまあ、今日の試合はもう大抜きたまにししか投げないいいカーブがいい抜けしてグッと あのカーブがすごいい緩急ついてるなとあとまっすぐ通しもねスプリットスライダー、まあ、カットギビともに、まあ、全ての球はねまあ良かったですけどあのねその中でも俺はねあのカーブがねいい感じでそのま球、あ、にしか投げないんだからそんな多頭するわけじゃないんだけどあのカーブがいい形で決めれてたのがその緩急ついたりとか 3D でね奥行き出したりしながらえピッチングがね 好頭に繋がったのかだと、まあ、7回111球1安打4三振2四球無失点というところでね本当に素晴らしいピッチングだったなと思いますし、まあ、先ほど言ったね佐野が連発というところもありますし、まあ、ヤクルトはねもう完全にお手上げというね、まあ、こうなったらもう仕方ないという、まあ、こういう試合も、ね、年に数回ありますししかも今日、青木はまだお休みというところでね、まあ、これはもう致し方なかったなと、まあ、この試合ね1勝1敗1分けというところでね次に向けてどういう戦いになってくるのかというところを、ね、注目したいと思いますね。 さあ続いて中日巨人、えー、火曜日、えー、0対4で巨人で水曜日5対6で、えー、中日で今日が1対6で巨人というところで2勝1敗で巨人の勝ちということで、えー、ドラゴンズちょっと首位から離されてますけど、えー、大丈夫ですかっていう、ねえー、ところがありますけど、まあ、火曜日ねあもう先発山本もう全体的に球が高いし甘い <laughs> 前回からいい方向に変化してないだからここも大事で全部が低くは無理だから。 あの高いんだったらコースしっかり投げるとか甘いんだったらあの低く投げるとかどっちかちゃんとやっていかないと両方できないとやっぱそれはね特に今の巨人打線状態いいんでそれはなかなかあの抑えるのは難しい。しっかり 高さ気にしないでもうコースはしっかり投げるか、まあ、甘くてもいいから低く投げるっていうのをもうちょっと意識づけして練習から取り入れてやっていかないとやっぱ良さが出ていかないよね。やっぱ山本は爆発的な何かあるっていうより総合力で勝負していくっていうところでやっぱそういうコントロールっていうのはねえしっかりね四隅狙いとは言わないですけどコースか高さねそこをしっかり意識しながら投げてもらいたいなと思いますね。でまあ3回表ね出した岡本西満塁からねスライダーカっトか分かんないですけど、まあ、高いけどね しっっっかり行ったっていたてうねででそこもショートゴロで5回表のね岡本西一塁ねこれもあんまカットかスライダーか分かんないですけど高く甘く入ってホームランっていうねだからその3回の時には高いけどコースにいってるからショートゴロ打ってるし5回の時は高く甘くいってホームラン打たれてるってねこれはもう本当によく分かるその何ですかね岡本の打席の前後だったんでそういったところをね意識して甘く行くんだったら低く。 高くいくんだったらコースにっていうところをね意識してちょっと練習から取り組んでもらいたいなと思いますしまあ岡本がね いやこのホームランでね一気にチームがねぐわっと上がっていくことになりましたし、まあ、4回表にね大城もホームランというところでね、まあ、7月16日の、ね、対広島戦ヤブドから打ったねあの初回のホームランとね同じようなホームランこデジャブかっていうね、まあ、球場は違うんだけども同じような形でね、えー、素晴らしいホームだったなと、まあ、4打数3打1打点1ホーマーということでね、まあ、大城が打つことによってこのキャッチャーっていうところが打つことによって、まあ、打線の厚みも増しますし、まあ、ゆったりとしたホームでね柔らかさっていうね 本当にあの、まあ、僕は入団した時から思ってたんですけど高橋のンブさんみたいな、ね、あのバッティングフォーム終わって振った後とかねよく似てるなっていう、ねえー、感じがありますし何と、まあ、言ってもね菅野、グッとあれは打てないもうナイスピッチングあのすごすぎるあの多分ベストナイン。 <laughs> 今週のそれぐらいね素晴らしいピッチングだったなと思いますし、まあ、コースにもね高さにもミスなくスライダーをねしっかり投げ込んでいったりストレート投げ込んでいったり本当に素晴らしいピッチングだったなと思いますねで、まあ、22日はね5対0で今度ドラゴンズが勝つっていうとね戸郷、まあ、もね悪くはないんですけどただちょっとボールが抜け気味だったですねでそれで力が立感なく弱かったところっていうのがね通打されたのかなと思うんで若干開き気味でちょっと押し出すね押し出す感じで出ていったところが最後のこの指の。 のねね引っっかかかりっていうか、ね、最後この力を伝えるっていうところがねなくてちょっとそれで押し出す感じで甘めに入るっていうところで、まあ、全体的には悪くなかったんですけどその押し出す感じがボールにね力強さを伝えることがなくてちょっと弱くなったのかなっていうねピッチングフォーム見て思ったし、ねまあ、でもね高梨が移籍初登板1回3分の1無安打3三振あれはね初見じゃなかなか打てない高梨は。 あのー、しかもいいピッチングしてましたしねチームを移籍してねチャンスも増えるっすからしっかりね本人ジャイアンツでね頑張ってもらいたいなと思いますねあとは中日松葉6回99安打5三振無失点、まあ、西四球というところで、まあ、全体的にねこのクロスの対角性のねストレートスライダーがね効いたかなとそれによって甘めの変化球をミスショットしたりねいい当たりが正面ついたっていうねちょっとラッキーな部分もありましたけどこのインコースにね しっかり攻めきっているからこそアウトコース若干甘めに入ったのも打ち損じてくれたというところであの対角線の、ね、ストレートスライダーがしっかり投げきれたというところが、ね、ポイントだったかなと松はグッ23日、えー、今日で、まあ、一番気になったのが、まあ、5回裏の、まあ、石川がツーベース打って加藤が送りバントしてピッチャーのところに代打石垣が出てきてストレート、ストレートで、ね、ボール、ボールになって。 でツーシームツーシームでストライクストライクになってで最後ほぼど真ん中のまっすぐを見逃し三振っていうところで一球も振らないで三振して代打で帰ったんだけど見てて「はっていう感じで。 やっぱもっと積極的にいかなきゃあれで初球空振りしてもいいから思い切っていっていかないとやっぱりイメージ悪いしなんか使った方、ね、も残念な気持ちになるからあそこはもっとアグレッシブな、ね、姿、えー、見たかったなと思いますし最後ね、服が、えー、5失点打たれてしまいましたけど、まあ、ここまでね、しっかり貢献してきて頑張ってるっていうところでね、まあ、こういう日もたまにあるさっていうところでね次回登板修正して頑張れとも思いますし、まあ、1対3ね岡本に打たれた後長地からね 変えても良かかったんじゃなないのかなと個あそこはもうで、まあ、その後と、まあ、増田にウィーラー多分ピッチャー変えても出てきてたと思うんだけどもあそこで1対3のままだったらまだどうにかなってたか分かんないのにあそこで服を。 変えてもよかったんじゃないのかなと岡本打たれた時にね、あのそんな感じもね見ててしましたし、まあ、巨人はね、今日も大城が4打数2安打1打点1ホーマーと、メルセデスもね、ナイスリード,リードってところで、まあ、インコース、アウトコースね、しっかりあの両翼使いながら、メルセデスの良さね、まあ、前回の時も本当にいいピッチングさせましたし、今回もねあの、同じようにいいピッチングしてね、バッティングにも貢献っていうところでね、打てる保守ていうところでね、ジャイアンツのこの強さをね、支えてるんじゃないのかな。大城、Good. っていうところが、今回の中日巨人のね、三、えー、連戦でしたね、二勝一敗で巨人が勝ちっていうところでですね。 さあ続いて、えー、最後、阪神対広島、えー、21日、えー、9対4で阪神で22日3対3で引き分け、えー、そして今日が2対4で広島というところでね、まあ、1勝1敗1分けというところでね、まあ、21日は、ね、サンズがとにかく体が全くぶれなくなったですね軸で回転することのバッティングが、えー、開幕当初よりも、ね、できるようになってきたなというところでね、まあ、初回ホームラン、ね、サンズの状態もね上がってきたなと。 サンズ、大山、糸原、北条が、まあ、4者ホームランっていうね、もうここまで打てば勝てるっていうね、まあ、タイガースはね、打てば勝てるってね、最後開幕の時から言われてただけにね、えー、しっかり打てたなと、まあ、広島はね、やっぱキーポイントはね、ここかなっていうね、チェックポイント、ね、7回表、一満塁スリ3、ボール、1、ストライクで、1バウンド空振りしてしまうっていうね、西川、ばーっと、あれを見逃せさえすれば、絶対に勝ててた。 可能性がある試合だったなとあそ,こがあそこがキーポイントだったのかなとあの馬場のね四苦八苦してもう苦しい状況の中であのワンバウンドするような、まあ、多分ストレートだと思うんだけどあれを空振りしてその後、ね、あのねピッチャーゴロ123のダブルプレーでね好機を潰すっていうところであの3,1ワンから振っちゃったねやつがもうキーポイントだったかなと。 押し出しでねなってたら一気に逆転っていうところも十分考えられてたんで若干そこがねうんっていう感じがありましたけどもでもやっぱ広島はね中継ぎ陣含め再整備がね必要かなっていうところでしたしあの22日の試合でもですねまあ初回ね磯村がツーベースでもし二塁打って長野はね無理やりセカンドゴロー打って新塁だっていうねあれはグッと。とするとやっぱりね、 やっぱいいねーっていう見方でね僕は個人的にああいう親類だとかね無理やりでもランナー親類殺っていうのはね本当にあの素晴らしいバッティングだったなと思いますしもうねこの一チョが守護神でセーブあげたんですけどこの22日試合終わった後に抑え一チョで行こうってもうここに書いてんですよもう佐々木もで今日一チョだったんでもう一チョ守護神でね行った方がいいかなと。 え思います、ね、でタイガースはね初回一死三塁でねメヒア打席広島のねこれも磯村がツーベースでね長野が送って進塁出して三塁行ってメヒアの時に全身守備引くんですけどねなんかまあ,あの聞いたところ他の解説者の人はねこんなのまあ序盤だから全身守備引かなくてもよかったんちゃうかって言ってたんですけど僕は全身守備であそこは OK だと思うんですよ。なぜなぜらら後続がメヒアの後三好ピッチャースから 万が一メヒアに打たれたとしてもその後追加点というところはちょっと考えにくいそれだったら思い切ってメヒアのところ全身守備して1点もやらない形で勝負するというのは僕はまあその打順の兼ね合いで状況的に良かったんじゃないのかなと、まあ、そこで、ね、メヒアは打たれまして点取られましたけどタイガースはね、その後後続しっかり、えー、切ってますし、まあ、でもあとは、ね、勝ってたし、ね、大山9回、ね、タイムリーエラー。 冒やっぱりミスはやっぱりその勝ち負けの命取りになってくるんで、まあ、そういったところはね、まあ、したいはねしたくてしているわけじゃないと思いますけどそういったところをしっかりねバッティング状態いいんだから守備面もねそつなくやってもらいたいなと思いますしもうサンズはね三ンっていうんでね「梅雨明け!」っていうところでねサンズのバッティングがね上がってくるんちゃうかっていうねどっかの番組かどっかのあれでサンズは梅雨明けから打つってね言ったと思うんですけどもし知ってる方はねそうだそうだって言ってたなっていうのを思い出してください。 なん、まあ、て言ってもね、糸原が骨折したっていうところでね、絶好調だった糸原の骨折はね、タイガースにとったら本当にまあ痛いなっていうね、全、まあ、チームね、けが人がぽつぽつ出てきてる中で、まあ、その中で選手をね、どう使っていくかっていうね、首脳陣のマネジメントもね、結構かかってるかなっていうところもありますし、まあ今日の試合ね、一応、守護神にしていましたけれども、まあ、森下が、グーっ完璧なピッチング、まあ、っすぐカット、カーブ、チェンジアップとねでまあ大山にね。 ツーランホームランを打たれましたけど、あの時はね、ちょっとチェンジアップが抜けきれずっていうところでね、まあ大山、その後打ちましたけど、大山の状態のね、良さは、えー、素晴らしいなと思いますけども、まあ特にね、森下のピッチングが象徴的だったのはね、4点取った後の6回裏、サンズに、えー、外ストレート、ストライク、で、うちにチェンジアップ投げて空振り、で外にカット、カットって投げて、ツーボールになって、最後、うちにドーンといいところにストレート、空振り三振。で、大山にチェンジアップをヒット打たれますけども、 で次、複止めにね、外のカットちょっと高めに浮いてもう一回カットボールで外のストレートボールでスリーボールから。 こっから外のストレートファール外のストレートファールで,で外からのカットを入れて三振するっていうねでまあその後ね梅野に粘りながらも最後カットボールでねピッチャーゴロっていうところでこの6回の投球がまた圧巻だったなと、えー、今日のね一日のピッチングをね物語る素晴らしいピッチングだったなと思いますし今後もねチームのね救世主になれるんじゃないのかなっていうところをねピッチング見せましたねでまあもう今日の話題で言えばタイガース藤浪 というところで、まあ、今日一番最後に、ね、もう持ってきましたけど、えー、6回4安打5三振6四死球で4失点というところで、まあ、藤浪について、まあ、正直、まあ、そう突っ込み受ける覚悟で言いたいですけど正直今のままだと厳しいですね。 まあ確かに平均スピードをストレートほぼ150キロ以上投げてやっぱポテンシャルっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたしスライダーのキレっていうのも素晴らしいなと思いましたけどもやっぱり今のままだと正直厳しいですねだから多分多くの解説者の人はまあいいところを言っていくんでしょうし次回も期待って言っていくんでしょうけどもまあ僕はもう本当に心に正直に今のままだと厳しいとでそれなんでかっていうと これ多くの皆さんがどうか分かんないですけど僕はそれずっと試合見てて思ったのが「打ち取れるかな」じゃなくて「ストライク入るかな」と思って見てたんですよね。ちゃんと投げれるかなストライク入るかなあ入った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 あ抜けたあ引っ掛けたあボールっていう相手をどう抑えるっていうよりもストライク入るかなちゃんと投げれるかなっていう形で見てたんですよね。やっぱそれって厳しいと思うんですよ その相手をどう打ち取るかじゃなくてあどういった攻めするんやんなここ打ちかな変化球かなアウトコースかなって思いながら見るのとストライク入るかなって見るのってだいぶレベルが違うと思うんですよね。だから持ってるものはもちろん素晴らしいし次回当番ももちろん期待して見ときたいなとハマったら強いなと思うんですけどこれハマったらっていうのがね条件になってくるのが 怖いかなっていうところもあるし、まああのねまあ、中継ぎ陣の問題もあるしこれ系統ね、あね難しいなと思いますけども5回でね変えてもよかったのかなと、まあ、これはもう結果論ですけどねっていう感じもありますしあのいいところでね変えてやることが、ね、次の登板に向けて気分よくもなるなっていうところもあったんで6回行った時はねあ,あ6回行くんだと思ってねで、まあ、結果的にねあのピレラに満塁ホームランのことありますけどもこれやっぱり見ててストライク入るかなちゃんと投げれるかな っていう見方で見てててるのは正直苦ししいいいいっっううかきついなっていう感じがしますねでもやっぱり持ってるものはね本当に今日見てても本当にストレートは力あるしストライダは曲がるしあのね長身から投げ下ろしっていうところでねこのストライク決まるとかコーナー決まる時は本当に素晴らしい球が行ってたんでこの投球がねできれば本当に頼もしいなっていうところはありますけれども。 まあやっぱりばらつきもありましたし、まあ、今後、ね、どうなっていくのかなと、まあ、僕の、ね、この思いが逆の方向に、ね、外れる形が一番いいですけど、まあ、多分次回も登板あるでしょうから、えー、どういう、ね、1回投げてみて、まあ、今季初登板でしたしね1回投げてみて次回どういう展開になるのかというところを、ね、まだ注視しながら、えー、見たいと思います。ということで以上セ・リーグ、えー、全球団、えー、チェックポイントでしたけど。 まあ今回は、ね、セパで分けてみてこんな感じになりましたけど、えー、皆さんどうでしたか、えー、コメント欄に含めて女一緒がいいよなのか、えー、分けた方がいいよなのか、えー、ぜひコメントいただければと思います、えー、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価、えー、よろしくお願いしますということで以上、えー、セパ2つの動画にわたって、えー、全試合総チェックやってきましたご清聴ありがとうございましたそして金土西の3連戦どういう戦いになるのかしっかり楽しみましょう